おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ですね、まあ木曜日なんですけど、先週じゃない、今週の水曜日の、まあ昨日だよね、アップデートでいろいろちょっと追加されましたので、そちらをね皆さんと一緒に見ていけたらなと思います。いや皆さん正直ね、こんなアップデートはどうでもいいんですよ。見ました、チャンピオンズリーグの準決勝、レアルマドリード対シティ、やばすぎたんだけどね。あれどうなんすかね、なんかもうレアルマドリードああいう勝ち方ばっかりしてるから、なんかちょっともうサッカーってなんだっけみたいになってきてるんですけど、まああれがサッカーと言われればあれがサッカーなんですけど、あまりの劇的すぎる展開に脳みそ追いつかない、まあそんなような準決勝だったのかなと思います。まだ見てない方はね、多分1分ハイライトとかも YouTube 上がってると思うので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。マジでやばかった、マジでやばい。ということでちょっとあの話が逸れたんですが、今週のアプデ解説させていただきましょう。さあまあいろいろ来ているんですけど、なんか能動的に我々がやらなければいけないことはすごく少ないです。まず1個目これだね、予告各種イベント5月4日水より開始。これがあれですね、アップデ入れないよっていう、アップデしないけど16時から更新入るからねっていう通知でした。見ましたか皆さん、私は見逃してました。はい、ということで更新内容を見ていくんですが、まずは監督チケットスカウトのラインナップ更新でございます。イエーイ、どんどんパフパフ。まあ別にどうでもいいんですけど、ただですね、今回ねザガリオ監督、リドルが監督追加されてます。まあ、ザガリオ監督に関してはまだツアイベで手に入れられるので全然いいんですけど、リドルが監督ね、ここですね、ここに関してはねマジでおすすめ取ってほしいと思います。まあ、グアルディオラとかね引いた方は、リドルが監督じゃなくてね、あっちのエンリケ監督かなを使ってる方多いんですけど、やっぱりね今ちらほら見てても、プラチナくらいとか、28万30万ぐらいの人でもルイリケ監督じゃなくてリドルが監督使ってる方ちらほらやっぱいます。マジで私自身もリドルが監督使ってますし、とりあえずね中央突破現状ね、まあちょっとポゼが強すぎるので、正直そこに正面からぶつかってね、安定して勝てるかって言われたらそうじゃないんですけど、そうではない中ではねリドルが監督マジでいい監督なので、ちょっとねまだ持ってないよって方とかね、始めたばっかで取ってないんですって方は、まあ、ちょっと監督スカウトチケットねパコパコ使ってこのリドルが監督取りに行っていただけたらなと思います。まあ、ルイリケ監督もいいんですけど、ちょっと組みにくいんでね、フォーメーションコンボはね。こうやって見るとかなりもう内容いいよね、ラインナップされる星5監督、まあ星5監督だからか、まあ、星4監督も、あ、星3、まあなかなか引けないかな、ここまで来ると。まあただそれでもね、まあ監督チケットスカウト頑張って引いてください。取っといても何にもならないしね。さあそうしましたらお次行きましょう。これだね、星5、星4、星3以上確定チケットスカウトのラインナップ更新ということで、ベルハイス、ストロートマン、ブリント、まあ今回のねオランダ追加ガチャ、まあ追加ガチャでもないんだけど、オランダの補助ガチャみたいなね、クライフ取れませんでした、ブロンクホルスト取れませんでした、コクいませんみたいな方向けにね追加されてる3名なんですけど、まあ、その選手たちがラインナップに追加されたよってことですね。これ結構個人的にはいいのかなと思います。みんないいスキル持ってるし、まあ、総合値あんま高くないし特徴もそんな良くないんだけど、まあ、やっぱりね他のやっぱラインナップにいる選手、まあ誰だろうね、フィル・ジョーンズとか、モハメド・エルネニーとかと比べると、まあプレースタイル違うので何とも言えないんですけど、でも十分優秀かなと思います。ストロートマンはもう二度と来ないと思ってたらね来ましたね。マジで失礼しました、ストロートマン、ケビン・ストロートマン、マジで確か旧バージョンの星5がいたんですよね、確かね。でマジでこいつは新バージョン追加されるわけがないと思っていたらね追加されてしまいました、失礼いたしました。さあそうしたらここ見ていきましょう。みんなで対抗マッチ、第4回目かな、みんなで対抗マッチでございます。まあこのイベント初めてだよって方の方にねさらっと紹介をすると、何もしなくていいです、普通に試合してれば勝手にみんなで対抗マッチ用のねゴール数を稼いでなんかいろいろもらえます、そういうイベントです。開催期間2022年5月の4日から5月の11日の1週間、限定ミッションについて能力アップ秘密練習がもらえるものが開催されております。
期間中行って、1回限定でね500得点、750得点、1000得点でそれぞれね能力アップ秘密練習が3、5、7手に入りますし、まあ、1日1回限定ですが100得点することで秘密練習2個手に入ります。結構嬉しいかな。秘密練習はね本当に枯渇しがちですし、レジェンドマッチの選手だとか、あとはインターナショナルカップみたいなね、ああいうところの選手たちを強化していきたいなと思ったら、どうしてもちょっと数必要になってきますので、まあ、こういうところでねサボらずに手に入れていただけたらなと思います。イベントの内容としてはいつも通りですね、全ユーザーが勝手に6グループに分けられていて、みんなのゴール数でグループ対抗で、競う、そういうイベントになってます。一応グループランキングね、個人ランキング、全体個人ランキングってありますが、まあ、ちゃんとやっていただけたらと思います。でイベント参加方法なんですが、ここにも書いてあるんですけど、特に操作必要ありません。勝手にねもうみんなチーム割り振られてますし、勝手に試合を行うことでポイント自動で加算されていくので、まあゴール数イコールポイント数でね自動で加算されていくので、まあ特に普通の方はね特段意識せずにやっていただけたらと思います。でまあいろいろねランキング報酬とかもろもろあるんですが、まあこれはちょっと一回置いておいて、もしもねこの対抗マッチ本当にガチでやりたいと思うのであれば、つらい目とか全部無視して、これ1ポイント1ゴールなんですよね。なんで1ポイント1ゴールで勝つんだったら、ひたすら 9-0 で勝てる試合をスタミナ2の消費でやるのが一番なので、本当にガチでやる気のある方、もうお前任せろと、うちのグループは俺が救ってやるんだぐらいの気概がある方はですね、皆さんアフリカリーグとかオート周回するといいと思います。したら 9-0 で勝てるんで、スタミナに2で9点取れるんでね、変にツアイブやってスタミナ5で6点とかの、まあ、効率3倍2倍ぐらいになるので、マジでおすすめです。やるかやらないかは別として。はい。さあそうしたらですね、 SWCC 見ていきましょう。第40回開催でございます。プレオフトーナメントの追加、そしてトーナメント用デッキ登録機能の追加、この2つの変更点がございます。まあ、どっちにしてもなんだけど、これトーナメント用デッキもプレーオフトーナメントと決勝トーナメントだし、プレーオフも61位から124位に入らなければいけないので、正直かなり、結果を出して最終予選の終了段階でめちゃくちゃ順位が良かった人たちじゃないとあんまり恩恵がない変更点ではあります。まあ、ただね1回プレーオフトーナメント挟むことで一応ね124位までが、出れると、初戦上位ね61位から124位までが出れる機会があるということで、まあね1個クッション入って、まあそれはそれで楽しめるのかなと思ってます。できればね124位、でも124って考えたら意外と入りやすいような気はしますが、できればねもちろんこのプレーオフ返さずに決勝トーナメント出たいところではありますが、まあ、金トロフィーのね価値とかも上がってきていて、みんなね積極的に頑張って登録してることを考えると、まあ、なかなかちょっとねこのプレーオフは、無課金の方とかね美課金の方、初心者の方を救ってくれるんじゃないかなと思います。あとはぶっ壊れソクラテスね、みんな取ってください。さあそうしたら最後いきましょう。オランダピックアップニュースカウトでございます。いやーこれはねムービングフォワード、レジスター、攻撃サイドバックの3名が来たガチャになってます。 2400GB で1回引けるっていうところと、1回目がね、であとはまあ引いた時点でねレベルマックス、覚醒2段階達成、各スキル各能力レベルアップ状態でまあ登場するので、まあそれはすごくいいところかなとは思いますが、この間さ1回 2000GB かなで、なんか確定のマジで本当にやばい、こんなガチャしていいんですかみたいな、あこれだね、 2000GB ってなんかすげえバーディーとかねえ誰いたんだっけ他に、忘れた、ハンダノビッチとか、あーでもあれかセンターバックカバーリングはいないか、でもまあロマニョーリいたりだとか、まああとはブロゾビッチいたりだとか、まああとキーマンベルナーいたりだとかね、かなりいいガチャが 2000GB で1人確定できていたことを考えると、ちょっとあなたどうしたんですかって感じなんですけど、まあ、ちょっとあれだよね、サカツクに関しては本当に引くガチャきちんと選別しなきゃっていうところと、
あとこの選手たち、次回開催されるねレジェンドマッチの特攻選手たちみたいなので、この5月中に開催されるレジェンドマッチの特攻選手ということで、まあ、そういう価値はあるのかなとは思いますが、まあ無理に引かなくてもいいかな。またね、今日の午後にでもちょっと詳しい解説動画、ガチャの解説動画出させていただきますので、そちらもご視聴いただけたらなと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。